チャオ、あっちゃんです。今日3月の23、金曜日です。はい、あっちゃんちのお昼ご飯。パスタしようか思ったら、量がうどんがいいっていうから、うどんにします。はい。はい、ちょっとね、付け合わせ作ります。バター。椎茸を入れます。あと、椎茸をバターでソテーします。あと2杯だね、醤油。お茶がね、沸いたらすぐこぼれんねん。拭いたらね。それで汚れちゃうよね。今日のお友達の母さんにもらったぐらいだけど、すごい美味しいねこれなんかね、薄っぺらい、普通の丸っこいうどんじゃなくてね、こう平たいうどんでね、ツルツルして美味しいねこれ、子供に大人気で、麦蔵、麦蔵の手伸びうどん、うん、今風味でなんでね、一つ沸騰してきたら
れましょう。最初うまくね、こうほぐした感じでね、固まっちゃうね。再沸騰してきたら火加減調整でうどんが自然と踊るぐらいがいいらしい。うどんの出て方はね、泣かない程度に、踊る程度に加減ちょっとつけましょう。見てみよう。うん、何て言ったかな。いいですね。で、時間を調整して。うん、何もつけないでももちもちで美味しい塩味が効いて。よし。
5分ぐらい。いいわ。OK。できました。はい、できました。釜揚げうどんと卵、釜玉にたらこで味付けてもいいし、椎茸でいってもいいし、で、醤油いってもいいしっていう感じで食べたいと思います。で、薬味のね、ネギとかね、その辺がないね。もう野菜ジュースで済まします。はい、ということで食べたいと思います。では、いただきます。ちょっとね、あっちゃんは、それあれこれ無炭酸のエナジードリンク、ん炭酸ない、さっき飲んでみて。たらこでね味付けてもいいねんけど、たらこ明太子やからねちょっと辛いし、あっちゃんはちょっとこれにね、まずね、まず何もないところに卵にこれをつけて、全然味せへん。ちょっと醤油入れてもいい。美味しくないね、それ。エナジードリンクね。ちょっと椎茸の薬味を入れて、ちょっとね、醤油で味を締めんと無理、意味がない。薬品の味する。そうそうそう、薬品の味するね。卵をちょっと醤油入れた方がいいわ。行きましょう。行こう。これ食べよ。椎茸。美味しい美味しい。光る。はい、座り。今寝てんね。光る。はい、起き。うどん食べ。こっちおいで。もうそこでいいよ。そっちに横行ったらいいやん。うん、早くおいで。聞こえへん、聞こえへん。何？はい、おいでよ。な、寝ぼけてる。寝ぼすみたいな。食べるの伸びんで。どうした？え？見えたからやろ。そこしか見えない。ちょっとね、たらこ入れて、明太子入れてみよう。明太子ちょっといってみましょう。釜玉たらこっていうのがね、伊予製麺で食べて美味しかったんよ。よいしょ、たらこを絡めると。うん、美味しい。美味しいだけでも美味しいで、力は無理やろうけど、うん、美味しい。いや、醤油入れた？何やろこれ。醤油じゃなあかんで、ね。ん？麺食ってなかった。麺食べない。醤油どっかそのわざせんな。やる？入れや。美味しいね。うどんはスルスルっと食べられるからいいわ。うん、ちょっと違うところでいつも食べて、いつもと違うところで食べてます。はい、これバターで炒めたのが美味しいです。椎茸。きのこ好きじゃないし。きのこ違う。なんで好きじゃないって。好きじゃない。食いたいと思ってもないわ。
から食べてみよう、美味しいから。ちょっと匂いで。じゃろ。いけるやろ。うまいやうまいや。うまいやろ。なんか美味しいね、これ。これは本当に冷えたかも。え？本当に冷えた。そのままがいい。そのままがいいらしい。きのこ食えへんなら人生の半分予想してるやろ。そうでもない。そうでもないって言うのよ。味付けはうまかったです。味付け美味しいな。そのまま食ったら美味しくない。そのまま食べたら美味しくないよ。なんでも、お肉でもそうやん。お肉でもそのまま食べて美味しいね。塩かけるから美味しいやん。それがまたあかんね。お肉があるから美味しいね。お肉の塩加減。え？塩水で飲んで。塩水あかん。たらこ。じゃあかくだく。かくだくにするようにしたらいいや。下手くそか。もうちょっと、もうちょっと前で。その箸滑りやろ。結構取りにくい、ね、なかなか滑って取りにくい。椎茸美味しいよ。椎茸大嫌いやったのに。椎茸が美味しいわ。マイクのね、アフロがどっか行ってもってる。はっきはっきはっきいんで、はっきずこ通ってんけど、うん、どっかに入り込んでもったん。黒いから分かりにくいね。この前もなくしたもんだ、目の前にあって。黒いちっちゃいから見えてへん。うん、あとは食べといてな。うん、完食しました。美味しかったです。釜玉明太椎茸うどん、うん、ありです。美味しいでした。ではまたね。あっちゃんの今日のお昼ご飯、釜玉明太椎茸うどん、いいなと思ったら高評価で、またね、またあーちゃんにいろんなもの作っていくんで、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。